皆さんこんしましま、ニャンティスの新猫好きです。アパシーなる神学園七不思議実況プレイやっていきたいと思います。ということで、はい、前回はね、新井さんのね、話の方に進んでいきましたね。まあ趣味を持ちたいっていうその荻野くんのね話やね、じゃあ続き行っていきましょう。どうぞ。はい、ということで、まあ、前回までのね、あらすじをね、軽く説明するんですけど、まあ、新井さんがその1年生の時に、まあ、バリバリ勉強ができる、まあ、もう勉強が趣味っていうぐらいの、まあ、荻野くんっていう子がいるんですけれども、まあ、その子もね、何かしらの、まあ、趣味を持ちたいみたいな感じのね、ことをね、思ってたわけで、まあ、新井さんに相談したわけなんですよ。ただ、まあ、なんかスポーツとかそういうのもダメだし、こう、まあ、映画鑑賞とかそういうなんかね、こう、教養を身につけるようなこともあまりね、良くないみたいな感じで、ね、言ってたわけなんすよ。まあ、そんな中ね、新井さんが、冗談交じりに、化粧とかはどうですかみたいな感じのことを言ったら、まあ、最初はね、ね、何言ってんだ君はみたいな感じで、言ってたわけなんですけど、その次の日に、まあ、なんと、化粧悪くないじゃんみたいな感じで、こう、ね、まあ、新井さんに感謝しに行ったわけなんですよ。ということで、まあ、その荻野くんが、その化粧に目覚めてしまったみたいな、そんな感じやね。次の日、荻野くんはクラスの注目の的でした。荻野くんは、まるで平安時代の貴族のように、顔を、白粉で、真っ白に塗り、白粉でいいのかな?まあいいけど、眉を描いてきたのですよ。マジで。そんなに?先生は驚いて、荻野くんを怒鳴りましたが、荻野くんは学生手帳に男性の化粧を罰している校則はないことを切々かなと、解きました。なんて読むだろうこれ。なかなかに難しいな。それに、学業優秀でこれまでに何ら問題を起こしたことがなく、模範生徒として職員室でも評判の良かった荻野くんですから、別段大問題に発展することもなく、何事もなかったように扱われました。ねえ、これがねえ、中村くんとかだったらちょっとねえ、どうなってたことやら。事実、荻野くんはそれまで以上に良い成績を収め、教育人をうならせたのですから。今日は乱かな。化粧をしたことで自信がついたのか、人当たりも良くなり、今まではか、ん?なんだろう。パクかな?粘人かな?だったので、笑顔も垣間見せ、あれほど嫌がっていたスポーツに対しても興味を持ち始め、性格までも変貌して し始めたのですから。ああ、なんか、ねえ、明るくなってなんか良くなったじゃん?そのため、荻野くんを気味悪がっていたり、からかったりする人間も多々おりましたが、次第に面白いやつと評判になり、友人も増え始めました。あれですね、こう、たった一言が、こう、その人の人生を変えたみたいな。まさにそれやな。相変わらず、顔は白塗りの化粧を欠かせませんでしたが。なんか、白塗りってのだから、なんか、ねえ、バカ殿っぽくも思えてしまうけど。ん?これは、新井さんの携帯かな?
そんな日が1ヶ月ほど経ったのでしょうか。ある日、荻野くんが電話をかけてきたのです。珍珍しいしいじゃじゃないないか、か、荻荻野野くくん。ん。君君がが電電話話ををかかけけててくくるるななんんて。て。ああ、新井新井くん。くん。君君のおのおかかげげでで僕僕ははととててもも自自信信ががつついいたたし、し、友友達達もも増え増えた。た。本当本当にに感感謝謝ししてていいる。る。それそでれでね、ね、ああれれかかららももいいろいろいろろとと化化粧粧にについついててて研研究究ししてていいたたんんだだけけれれど、ど、調べれば調べるほど化粧は奥が深くてね。僕は僕は変わ変わるるよ。よ。もっもっとと変わ変わるるかから。ら。明日明日をを楽楽ししみみににししていていててね、ね、新井新井くくん。ん。でもそうなんだよな。ここまで来たらなんかいい話なんだけど、これアーパシー鳴神学園七不思議だからな。学コアの関連作品だからな。これで済むとは思えないや。荻野くんの言葉に、僕はもうゾクゾクしましたよ。だって、そうでしょ。ああいうタイプは、凝るとなかなか抜け出せないんですよ。しかも、根が真面目なだけに自分の世界をとことん追求してしまう。荻野くんの行く末路が一体どんな世界なのか、それはもう楽しみで仕方がありませんでした。変なことにならないでくれよ。翌日、学校に行ってみると、荻野くんの席には一人のピエロが座っていました。ピエロ？ええー、ピエロ？まさかそれ荻野くんじゃ？もちろん、ピエロの化粧をした荻野くんでした。そして、彼の周りに集まってきた生徒たちに、見事な手品や大道芸を披露したのです。おー、そういうのを披露したから、今日はヒーローなのかな？一体、いつの間に覚えたというのでしょうか。素人目でもわかる見事な技術は、とても一夜漬けで覚えられるものではありません。まさか、化粧は性格だけでなく、技術までも習得させてしまうというのでしょうか。もはや、荻野くんはすっかりクラスの人気者になっていました。ピエロになった荻野くんは授業中もクラスを賑わせ、先生もまた注意するどころか一緒になって楽しんでいたそうです。なんかピエロこそなんか注意されそうだけどね。ピエロになってる荻野くんのなんかビジュアルちょうだいよ。そしてまた1ヶ月ほど過ぎた頃、荻野くんから電話がありました。新井新井くん、くん、本当本当にに化化粧粧はは素素晴晴ららししいいよ。よ。僕僕ははももう、う、化化粧粧のの魔魔力力かからら逃逃れれらられれなない。い。次次のの化化粧粧ははもっもっとと素素晴晴ららししいいよ。よ。僕僕ははととことこん、と化ん、化粧粧道を道を極極めめるるつつももりりだだから。から。化粧道 なんかね、この化粧道みたいな。そういう風に聞いてみようか。翌日、学校に行ってみると、荻野くんの席には、歌舞伎役者が座っていました。ピエロの次は歌舞伎。
ああ、トキタくんだ。なんか、あれだね。こう、映画の話以来だね。と。へえ、荻野くん。今度は、レンジ氏の、佐伯かな？か、見事なまでの赤い縦紙だな。まさか、演舞までできるんじゃないだろうね。堂々とした荻野くんの姿を見て、クラスメートの時田くんは褒めたたえました。歌舞伎でも代表的な演目の一つ、連獅子に登場するさじかそっくりの化粧で、実に素晴らしかったです。ウェイ。なんか、歌舞伎あまりよくわかってないんだよな。ね、うちの地方だとなんか神楽とかがすごいね、有名だけど。そして、その化粧をしている間は声色も変え、まるで歌舞伎役者が喋っているようでした。ほう、なんか中村獅童さんみたいな。ちなみに、荻野くんは化粧をしてカツラをかぶっていただけですから、何もコスプレまでしていたわけではありません。服はきちんと学生服を着ていました。これで格好まであれだったらね、マジ高速違反だよな。それでも見事なまでにその役柄になりきっていましたよ。ビジュアルが見たい。ピエロといい、歌舞伎役者といい、なんかそのね、七変化するその荻野くんの姿が見たいんだけど。そしてまた一ヶ月ほど過ぎた頃、荻野くんから電話がありました。新井くん、僕はさらに化粧を極めることができそうだ。僕はね、化粧を極めて立派な男になることにしたんだ。男の中の男になって、最強の力を手に入れるよ。おお、男の中の男、なんかこう宇宙海賊みたいな、そんな感じになるのかしら。これもすべて君のおかげだよ。ありがとう。明日の僕を楽しみにしていてくれ。次の日、荻野くんの化粧はすっかり様変わりしていました。今まで白塗りだった基礎化粧が今度は黒くなっていたのですから。おお。漆黒になったわけね、今度は。その化粧の赤い、クマ取りのようなものが、捉えていました。熊取り？ご存知ですか？歌舞伎などで白塗りの顔に赤や青に、線で目の縁や頬に、描かれている模様です。まあなんかよく見るやつだよね。この歌舞伎とかでね、こう、なんて言ったら、目のこうね、ところに書いていたりとか、ああいうやつよね。赤は強さを示し、青は弱さを表すとも言われていますが、歌舞伎の熊取りは血管や筋肉を表しているのですよ。血管ですから、赤と青があるのです。その血管や筋肉を強調して描くわけですから、その役柄の精度やイメージをより際立たせるに一役買っていたわけです。ああ、動脈と静脈的な意味かな？ただ、荻野くんは今までの白塗りではなく黒塗りでしたから、それに熊取りも赤と白で描かれていました。
まあ確かに青を混ぜてもね、黒やけさ、わかりづらいよね。なんかこう水色とかにすればよかったんじゃない？荻野くんを見た先生は一瞬驚きましたが、すぐにため息をつき何も言いませんでした。クラスメートたちは面白がって荻野くんの周りに集まりました。ねえ、また荻野のやつは、みたいな。ねえ、目覚めすぎっしょ。そんなクラスメートたちを、荻野くんは雄たけびを上げて一徳しました。え？なんか、声、すごく、のぶとくない？なんかもうちょっとこう可愛らしい声だと思っていたんだけど、俺だけ？突然の大声にみんなも驚きましたが、凛として立ち尽くすその勇姿は、鬼人というよりも戦士のようでした。そうです。荻野くんは、戦化粧？戦化粧かな？を施したのです。そして、その化粧に恥じない勇ましく強い戦士になっていたのです。ああ、なんか、その、こう、先住民みたいな感じ？なんか、あるいはね、こう、ね、そういう、インドネシアとかなんか、ああいうので、さ、その、顔にめっちゃ化粧しまくってるような民族って、休み時間になると、荻野くんが僕に近寄ってきました。本当は僕から行きたかったのですが、彼の周りには常に人だかりができていて、とてもではありませんが、近寄りがたかったのです。そんな僕の様子に彼は目ばたく気づいたのでしょう。質問攻めに遭いながらも彼は人払いすると威風堂々と僕に向かって歩いてきたのです。もともと背の高い彼でしたから、その姿はとても様になりました。男の僕から見ても惚れ惚れするほどかっこよかったです。マジかよ。ちょっとビジュアル見して。おーや。すっご。おー。なんかシュール。なんかギャグみたいだな、ほんと。普通に見たら。なんでかこう目となんか頬の下何だろうあれ。でもってなんかその頭のね、おでこのところやなんかすごいあのガンダムのアンテナみたいなついてるし。おもろ。新井くん、改めて礼を言わせてもらう。本来の僕に気づかせてくれたのは君だからね。ありがとう。すっかり見違えてしまったね、荻野くん。まるで勇ましい戦士のようだ。その僕の言葉に荻野くんはとても満足そうでした。そう、僕はモランだ。最も勇敢なモランだからね。モラン？なんじゃ？モランって。え？なんだモランって。え？坂上くん、君はモランって知っていますか？
ボランとはある戦闘民族の言語で戦士のことを言うんです。荻野くんの化粧はその戦闘民族の戦士が施す化粧だったのでしょう。戦闘民族って聞くとなんかあれかい、あのサイヤ人みたいな。ね、毒も盛らんって、そういうことかな。彼は勉強が大好きでしたから、化粧について調べたのでしょう。そして、戦闘民族の戦士に行き着いたのです。もともと彼にとって化粧の出発点は男のものだという理解からです。派生がすごいわ。そして男がより男らしくあるために化粧を行うことに意義を見出していたわけですから、戦化粧にたどり着くことはごく当たり前といえば当たり前のことでした。しかし、そこで満足すれば、荻野くんはまだ救いがあったのでしょう。でも、荻野くんは違いましたよ。僕の期待に見事に応えてくれたのです。線を踏み越えるかどうか迷っている人間に、ほんの少しの勇気をあげることが、僕は大好きです。ああ、まあ、ちょっと背中を押してあげるみたいな、そういうことね。迷い悩んでいる人間というものは、背中を人差し指でツンとついてあげるだけで大きく前進してくれますから。だから荻野くんがもし迷ったら、僕はいつでも背中をついてあげるつもりだったんですよ。でもね、荻野くんは僕の予想をはるかに超える研究材料だったんですよ。僕が背中の一押しを行う必要なんて全くなかった。僕は最初のきっかけを与えただけで、あとは荻野くんが一人で突っ走ってくれましたから。まあ確かにこう、ねえ、提案はしたけど、みたいな。そういうことはね、したけえな。荻野くんも最初は否定しとったし。ある日、荻野くんは耳たぶに丸太を差し込んできました。な、ピアスとかじゃねえの？丸太？丸太といっても、直径5センチほどの小さな丸太ですけれどね。丸太って言えるのかな？直径5センチか。丸太なのかな？なんか、木の枝ぐらいに思っとけばいいんじゃないかな。どうなんでしょう。それを耳たぶに開けた穴に押し込んでいるんですよ。女子がピアスをするようにね。戦士としてのおしゃれなのでしょうか。これはさすがになんかちょっと注意されそうだな。さすがに先生も何か言おうか躊躇していましたが、結局何も言いませんでした。それからの変貌は実に早かったです。荻野くんは顔だけでなく全身を黒塗り、いつの間にか制服の代わりに赤い布を衣服のように身にまとうようになりました。いや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 、待て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 。待てよ。それもう趣味の段階じゃない。もうそれ洗脳されてるやん。
前回のなんか新藤さんのさ、ボクシングの彼と同じような感じじゃねえか。もう洗脳やん。やば。それが戦士の清掃なのだそうです。これはさすがに問題があるということで先生も注意したのですが、突然荻野くんは規制を発すると先生に殴りかかったのです。強い男になったからね、そういう清掃になったわけね。その後出た埃もちゃんと清掃しようね。荻野くんを引き剥がすのに何人もで押さえつきました。襲われた先生は何箇所も噛みつかれ血まみれになりました。しかし不思議と荻野くんにお咎めがありませんでした。それからも戦士となった荻野くんは毎日学校に通っていきました。いつも腰にはなんだ、ひょうたんかなをぶら下げて、そこには牛の血を入れていました。もうさ、これさ、登校している時になのねえ、周りどう見てんだろうな。何あの人みたいな。絶対なんか通報されるぞ。そして毎日少しだけその牛の血を飲んでいました。牛は戦闘民族にとって最も貴重な財産なんですよ。牛の血って、それさ、お父さんお母さんが仕入れたんかな、こう、ねえ、なんだったっけ、荻野くんの下の名前ちょっと忘れちゃったけど、あら、あなた、なんで、その、牛の血なんて欲しいのみたいな。家族も、どうなん、これ、やばくない？その牛の血を飲むということは、自分に様々な自信を植え付けてくれ、またそうすることで心も豊かになるのです。決して美味しそうにというわけではなく、生きるために強くなるために飲んでいるという感じを受けました。その頃から荻野くんはほとんど日本語を話さなくなりました。意図的に話さなくなったのか、それとも忘れてしまったのか、僕にはわかりませんでした。なぜなら、その頃には彼は誰も自分の周りには寄せ付けなくなってしまい、人との接点を達してしまったのです。しかし、先生たちも荻野くんを放っておけなくなりました。彼が学校に槍を持ってくるようになったのですから。いや、もうやばい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 。やばいってこれ。いや、もうさ、登校中に誰か通報しろや。てか、親が止めろや。やば。やば。ちょっと、やばすぎ。彼が、あのいでたちで、どのように学校に来るのか、謎でした。てか、槍ってどうやって、仕入れてきたんじゃ。銃刀法違反だよな。普通、常識的に考えて、あのような格好で槍という凶器を持って行動を、確保していたら、警察に捕まるか、最低でも職務質問をされるはずです。ねえ。行動でどういう行動をとっているんだって言われそうだぜ。
でもさ、その日本語を喋らなくなったっていうことは、なんか荻野くんはなんかこう、うほうほうみたいな、まさになんか退化してない？あの進化というよりかもう退化やん。もうなんかピエロとかさ、そのね、歌舞伎役者が可愛く見えてしまったわ。それがいつの間にか学校にいて、いつの間にかいなくなってしまう。次第に荻野くんは学校に住んでいるのではないかという噂が立ち始めました。校庭に焚き火の跡があったり、夜中学校から変な叫び声が聞こえると近隣から苦情があったり、果ては学校で飼育していた鳥やウサギが殺されたりしたのです。さすがに先生たちは荻野くんをどうにかしなければと話し合いになりました。親を呼んでください。結局すべてはあの化粧のせいなのだから、化粧を落としてしまえば問題ないのではないかという結論に達しました。そこで隙を見て何人もで飛びかかり、荻野くんの化粧を落とそうと濡れタオルで顔をこすったのです。しかしどうしたことでしょう。いくらこすっても化粧は落ちないのです。赤や白の熊取りは落ちるのですが、黒塗りの基礎化粧は少しも取れないのです。もう浸透してるんだな。それは本物の皮膚に溶け込んでしまったのか、荻野くんは本物の戦士になっていたのです。しかし、そんなこと本当にあるのでしょうか。実際、人間の性格が変わると、雰囲気が変わるというのはあることですから、荻野くんの男らしくありたいという一念が、このような形になって現れたのでしょう。一年になって、そういう一念を持つっていうことですか。荻野くんは化粧が落ちず、あっけに取られる先生たちの隙を見て逃げてしまいました。そしてほとんど人前に姿を見せることはなくなってしまいました。しかし彼は学校から逃げ出しはしませんでした。荻野くんを捕まえようとした先生たちが突然槍で刺されるという事件が頻繁に起こりましたから、もうそれもう殺人になるやん。もうそれに夜中に雄たけびが上がったり、犬や猫の骨が見つかったり、荻野くんが学校に住んでいる痕跡も絶えませんでした。黒木先生、どうにかして。そんなある日、荻野くんの自宅から連絡がありました。荻野くんが死んだというのです。突然すぎ。荻野くんはいつの間にか家に帰り、そして死んでしまったらしいのです。いやもうなんか全てが唐突すぎるんだが。なんか悲しいんだけど、なんでって思って。僕たちはクラスメートとして葬式に参列しました。その時荻野くんの遺体を見て驚きました。
いつも通りの色白でおとなしそうな顔をした荻野くんだったからです。そして、お母さんの話を聞いて、僕たちは言葉を失いました。荻野くんは、1ヶ月ほど前から体調を崩し、ずっと寝たっきりだったというのです。ちょうど、荻野くんから電話をもらったあの頃でした。体調を崩してずっと寝たっきりで、じゃあ違う人物だった的な、それともなんかこう、ね、荻野くんの願望が形になってああなったみたいな。ただ、荻野くんは学校には、頼むから連絡しないでくれ。学校から連絡があっても何も答えないでほしいと強く念を押されたそうです。学校は大丈夫だから、必ず大丈夫だから、と。思うと、学校に来ていた彼は誰だったのでしょう。本物の荻野くん？それとも、荻野くんの精霊？もしくは、荻野くんになりすました別の誰か？謎すぎやろ。それを確かめる方法があるといえばあります。なぜなら、戦士となった荻野くんはまだ学校に潜んでいる気配があるからです。いんのかな、本当に。荻野くんが亡くなってからというもの、誰もその戦士を見た者はいません。戦死したんだろうか。でも、相変わらず先生たちが槍で襲われたり、夜中に誰かが学校で叫び声を上げていたり、何者かが学校に潜んでいる痕跡が後を絶たないんですよ。だから、荻野くんが死んだ今もなお、荻野くんの意志を継いだ戦士は活動を続けているというわけです。勉強という趣味のほんの息抜きのつもりで手を出した化粧という趣味に見入ってしまった荻野くんは、自らの命と引き換えに男らしさを手に入れたのかもしれません。果たしてそれが彼の才能と呼べるものであったのかどうかは、わかりませんけれどね。うえぇ。確かにこれは怖い話になってきたね。と。ああ、そうそう。エジソンの名言ですが、1% の才能と 99% の努力を持って天才となすは違うみたいですよ。正しくは 1% の才能がなければ 99% の努力をしても成功しないということらしいです。つまり、才能がなければ、努力をしてもダメ、みたいな。そもそも、みたいな、そういうことかな。まさしく、荻野くんのためにある言葉だとは思いませんか。彼は、1% の才能に 99% の努力を重ねることで、自らの願いを叶えたのですから。化粧道。
なんかのめり込みすぎも怖いって言うけれども、これは度が過ぎてら。はい、というわけで、いやなんか初めらへんはなんか、まだピエロとかね、歌舞伎役者は、本当に、まだなんかコスプレ範囲だったから、ねえ、あの可愛く思えたけども、後半がやばかったな。ガチなやつになってるやんっていう。はい、というわけで、いやなんかこうね、趣味のね、のめり込みすぎもいけんなっていう、ねえ、ことですな。てか、もう、荻野くんの件に関してはもう趣味じゃねえや、もう洗脳だわ、っていう。ねえ、でもどうなんでしょうね、その、あの学校に来ていた荻野くんは一体何者だったのかは本当に謎のままっていうのが怖い。ね、今でも潜んでいるんだろうか。ね、学校にいるね、皆さん、あの、槍には注意しましょうなんてね、うん。そういう投げやりなことを言ってみたけれども、はい、というわけでね、荒井さんの第5話やね、終わりました。次回はね、福沢さんの話、これ6話でね、これが終わったら次7話目か。さあ、どういう話になっていくんやら、楽しみですね。次回のアパシー鳴神学園七不思議も、ぜひぜひ見てね。チャンネル登録、高評価、コメント、待っております。それでは、バイニャラー。